飯食うと戦ってる時調子が良くなるよな。つうことでじゃんじゃん食おうぜ。人が変われば世界だって変わる。仲間が一緒ならどんなことがあってもきっと大丈夫だ。魔物が出た時はちゃんと集中しないと。油断して大怪我したら大変だよ。ご飯のおかずが足りなくなっても狩りができる人がいると助かっちゃうな。よし、作る方は私頑張るからね。僕の船はひいおじいさんの残したものなんです。少し古いですが、整備改修は完璧ですから、世界中どこへだって行けますよ。僕は基本的にお祈りはしません。起こることは全て自分の責任ですから。願いは自分の手で叶えたいと思ってます。いいか、まず背筋を伸ばし時計回りに一周。右手を左胸に当てて宮木曽胸に。これが俺様たち流の挨拶だ。人をまとめるのに多くを語る必要はねえ。大きな背中を見せつけて渋く「おう」と答えてりゃみんなついてきてくれるのよ。